チャオ、あっちゃんです。今日はね、6月の13日月曜日のあっちゃん家の晩ご飯、うどん買ってきてやったから、うどんぼちぼち賞味期限が近づいてるんで焼きうどんにします。はい、焼きうどん多いね、うちね。はい、で、今日味噌にしようか、醤油にしようか、ソースにしようか、マヨにしようか、ケチャップにしようか、辛味噌にしようか、キムチにしようか、何でもいいよって言ったら、ヒカルが醤油って言うから、うん、また醤油の焼きうどんにしたいと思います。はい、はい、冷凍室に眠ってたお肉をまず炒めます。これ結構かなり前のです数ヶ月眠ってたお肉、そこの方が出てきた、うん、ちょっとね、霜がついてたからかなり古いでもね、クンクンしたら臭くなかったから大丈夫ですと思います。はいね、中村家は当たらないんで、はい、って過信しとっていつか食中毒だったらお笑いやで、ね、はい、まあ、んなこと言ってたら当たっちゃうかわからんから、ネガティブなことは言いません。はい、ということでね、作っていきたいと思います。で、お野菜、冷凍室にあった、冷凍室や冷蔵庫にあったお野菜、ピーマンとキャベツと人参と玉ねぎでね、あっちゃんちね、お母ちゃんが昔よくね、作ってた貧乏焼きそば、これです、魚肉ソーセージです。これが、月末に、月末というか、あっちゃんの、まあね、お父ちゃん半年がしてたから、だいたいね、だんだんお金が減ってきたら、魚肉ソーセージのキャベ、焼きそばになるんよ。とか、魚肉ソーセージのチャーハンとか、あれとか、オムライスとか、はい。だから懐かしくて、魚肉ソーセージの焼きそばとか、焼きうどん食べたくなっちゃうのよ、ってことで、入れたいと思います。はい、肉がね、いい色に溜まってきたら、魚肉ソーセージでも、ね、切って炒めます。で、ソーセージ、魚肉ソーセージも、ちょっとね、さっと焼いて、焼き目つけた方が美味しいからね。うん、はい、魚肉ソーセージに熱が入ったら、今度ね、お野菜入れて、しんなりするまで炒めていきます。はい、ね、お野菜もしんなりしてきて、塩コショウで下味つけたら、うどん入れていきます。片手で入れられないってことでカメラ置いてきます。はい、このうどん玉入れたら、軽くほぐしていきます。ちょっとね、お野菜の上で置いて、お野菜の蒸気で蒸らした方がほぐしやすいから、ちょっと置いてからね、ほぐしていきます。で、一通りさっと熱が入ったら醤油で味付けします。ちょっと生かな、また味見ながらね、味付けしていきたいと思います。はい、いい感じにできたんで、これで、食べたいと思います。はい、今日の晩ご飯、焼きうどんできました。こんな感じです。はい、では食べたいと思います。今回ね、醤油味がしっかりついて美味しい、うん、辛すぎもな、辛すぎず、うん、薄すぎずってちょうどって感じで、塩コショウもね、ちゃんと下味ついて、お肉が美味しい。どう、はい、うん、どう、美味しい、いかがいい感じ、うん、うん、54、ああ、それテレビのクイズに答えてる、あれが好きなうちの子、忘れた、寝た頃のネプリーグ、うん、ネプリーグ好きで、ネプリーグに答えて遊んでんのよ。だからご飯美味しいかって聞いたら、テレビの問題答えて、まあ何も言わへんから美味しいんでしょ。うん、で、肉そばのこの貧乏臭い味が好き貧乏臭いと怒られるけどさ、なんか、うん、美味しいよ、うん、目覚まし占い、目覚まし占いは見てるもんな。よしよし、ピーマンが美味しいね、うん、
おもちゃも食べるかな。これをやらないと勝てないわけやから、やりましょう。ここいない、俺は絶対ここいない。これで奇跡起こったらすごいですよね。すごいね。焼きうどんの醤油バージョン、醤油は難しいよ。なんかねちょっと控えめにしたら薄くてまずかったり、まずいっていうか、うん、ダメやったり、入れすぎて辛くなったりするからね。絶妙な醤油加減が難しいよね。醤油は濃い方がいいな。うん、大さじとか使わへんっていうのがあっちゃう。これは5時、うん、難しいな。32、ソファーのね、引っ掛けが立ってたらソファーが狭いよ、3人座ると。作ってんのに、作ってると後ろで引っ張ってんのに、扇風機がこう歌えるから髪の毛食べるんよね。はい、完食しました。美味しかった。はい、ということでね、今日はね、ちゃんちは醤油焼きうどんでした、うん、子供ちゃんが、ね、おかわり食べてるからもうちょっと時間かかるけど、食べ終わった今日の夜のデザート何しようかな。何食べたい、デザート。今日もあれ、わらび餅もあるし、あれもあるし、アイスもあるし、チョコもあるし、ご飯食べてるからデザートが、ね、思い浮かばへんみたいな。ってことでね、また次の動画はデザートでお会いしましょう、おそらく。と、はい、いうことで、今日はこの辺であっちゃんちの晩ご飯終わりにしたいと思います。ではまたね、バイバイ。暑いね、もう今日もね。昼間ね、雨降ってて涼しかったけど暑くなってきた。28度。明日からまた暑くなるって、明日でこの動画上がるの明日やから、今日は暑かったねってことになるのかな。はい、まあ、ということで、今日はこの辺で終わりにしようと思います。ではまたね、バイバイ。